僕、竜吉は、朝鮮の詩人。郷は、竜二。病魔に侵されながらも、文芸雑誌の観光に尽力し、朝鮮の詩文団に大きな足跡を残した。金英老と共に、全羅南道の二大女上詩人と称され、人々に親しまれている。1904年6月21日、全羅南道高山郡松なぎさ村里36番地に、生まれる。父は、 僕夏春、母は、孔光隆史。僕、幸の十五代目にあたる。三男坊として生まれたが、ニートが早くに死んだので、長男となった。1916年、公衆公立普通学校を卒業し、気分義塾に入学したが、すぐに、土川在学堂に転落した。僕が十五歳の時、母が、蝶地伏にかかり、病床に着く。そのため、 家事を担う者がいなくなり、僕はいやいや14歳になる、ウルサン近視の娘、金高志美をもらった。しかし、この娘は、新教育を受けてはおらず、僕が、いろいろと苦心して、教育を受けさせようとしたが、妻の学力は、方の期待に及ばず、この妻との仲は良くなかった。1922年、土川在高等普通学校の卒業を数日に、 控えて退学した僕は、土日し、東京の青山学院中学部の四年児に、編入学する。そこで、同じく、青山学院に通っていた、金飲食と出会う。金とは、その後、長く、友情を交わし、私文学派として、他の詩人たちを引っ張っていった。1923年、関東大震災が起こる。僕はこの時、帰省していて被災しなかったが、 留学は中断せざるを得なかった。その後、延べき専門学校に数ヶ月だけ通うが、退学する。妻との仲も良くないまま、家を空けることが多く、米相場に手を出して3000円を吸ってしまうこともあった。そのため、両家が自断し、金氏と離婚することになった。1929年頃、市の雑誌を発刊するためしばしば、ソウルを往来し、 1930年に妹の大鳥子が理科女子専門学校に入学すると、西大文句玉川堂に曲がりして自炊生活を始めた。同じ年3月、文芸雑誌、私文学を創刊する。同人は私文学派と呼ばれる、丁虎博士、弁久白、金飲食丁芝、陽伊賀淳であった。 私文学は3号で廃刊となってしまうが、続いて1931年11月、文芸雑誌、文芸月刊を創刊する。伊賀淳と共に編集を務め、金飲食、帝芝、碇、伊賀淳等の他にも、筆者を多く募って、より大衆的な雑誌にした。しかしながら、この雑誌も1932年3月の4号で、中断してしまう。 さらに1934年1月に文芸雑誌、文学を創刊するが、これも3号で習慣となった。この頃、僕は健康をひどく害して故郷に戻って養生することになった。雑誌発行事業の間、1932年、妹、大鳥子の学友であった、林定期と再婚する。今回は恋愛の末の結婚であったので、二人は、 幸せであったはずだが、雑誌発刊に尽力するあまり、体を壊し、故郷で養生していたが、結局健康状態は良くならなかった。僕は、劇芸術研究会の一員でもあって、養生中に、イプセンの人形の家を翻訳している。この翻訳が完成すると、その原稿をもって、再び上京した。1937年には少し健康を取り戻したのか。 土日している。しかし、1938年には、再び体が弱り、意思表示も困難になった。大学病院から、聖母病院、セブランス病院へと転々としたが、衰弱が激しく、1938年5月12日午後5時、自宅にて溶接した。34歳であった。意外は、故郷全羅南道の聖火の近くに葬られた。 1940年、未亡人、林定期によって、僕隆吉全集が刊行される。1970年、詩人孫光委員の滋賀店を契機として、公衆公園の詩人の丘に、二期の詩偉が建てられた。一期は僕、僕隆吉、もう一期は、金栄老。二人は、全羅南道の二大女女詩人として、現在も人々に親しまれている。ありがとうございます。